シンプルで便利、レトロで可愛い、現代のライフスタイルに合ったがま口を、綾小路。心ときめかせる一品をご紹介するのは、船橋東部服飾雑貨部バイヤー吉岡さん。もともと私個人的にがま口が非常に好きなんですね。で、京都の旅行に行った時に、お店にこの綾小路さんがま口を見つけて、非常にこうカラフル でデザインもたくさんあって、私の知っている祖母が持ってたような感じのがま口以外にもいろんながま口があったので、こういうものがこうドキメキ評判コレクションでエントリーできればなと思っていて、バイヤー吉岡さんが旅先で一目惚れした綾小路。小気味よくミシンの音が響く京都にある綾小路の工房。職人の手により一つ一つ丁寧に手作業で作られています。職人歴45年の林さんです。自分が持つ身になってものづくりをするいうのがやっぱり一番かなと思いますね。これ買って、あ、こんなあかんわってもなんかもう最悪ですもんね。街歩いてて綾小路の袋持った、綾小路の小作りやった、やっぱり嬉しいですもん、うん、綾小路では林さんをはじめ若い世代の職人も多く働いています。次の世代へ技術は伝承されていきます。この間でこの3月2日で78になりました。この年になってね、まだ会社勤めして、それで仕事与えてもらってやれるいうことはもうやっぱり一番幸せよ。綾小路のがま口は可愛いだけではなく、ワンタッチで一瞬にして最大に開くというがま口の機能性と、職人の手によって丁寧に作られる丈夫さが魅力。レトロなデザインだけども可愛い、そういうなんかこう相反するところが魅力じゃないかなというふうに思っています。綾小路の特徴であるレトロで新しいデザイン誕生の秘密、それは雑貨好き女子の企画力。斬新なデザインやがま口の新しい形は雑貨好き女子の女子会のような企画会議から生まれています。イタリアへ行けば、グッチとかフランスのヴィトンとか、まあ、いろんなブランドが、ございますけども、京都へ行けば綾小路があると言われるようなブランドにしていきたいなと。船橋東部では期間中綾小路とコラボレーションした船橋東部限定商品も販売。買ってこれは何に入れようかなっていうふうに考えるのもこのがま口の楽しみでもあると思いますので、ぜひこう期間3週間期間ございますので、期間限定ですので、この期間にぜひいらしていただけると嬉しいなと思ってます。がま口を開いてちょっと楽しい毎日を。